キーラン・ギブスは、イギリス・ロンドン・ランウェス出身のプロサッカー選手。ウエスト・ブロムウィッチ・アルビオン FC 所属。ポジションは、左サイドハーフ、および、左サイドバック。ウィンブルドン FC のアカデミーに在籍していたが、2003から04シーズン終了後に、財政難により、クラブが消滅。一時的に所属クラブを失うものの、当時チームメイトであったジェームズ・ダニア、 アブオココラと共にアーセナルのトライアルを受け合格。アーセナル入りを果たした。2007年10月31日のカーリングカップシェフィールドユナイテッド FC 戦においてトップチームデビュー。2007から08シーズン後半にはノジチシティ FC へローン移籍。2008年12月10日に行われたチャンピオンズリーグのグループリーグ最終節 FC ポルト戦で アブーディアビに代わって途中出場しチャンピオンリーグデビューを果たす。2021年3月23日同年7月よりインテルマイアミ CF に加入することが発表された。世代別代表に招集された後、2010年8月に A 代表に初めて招集され、8月11日のハンガリー戦で代表デビュー。ありがとうございます。